妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、ドイツのティアゴプレミアム中戦車、パンター4号さんだね。うむ。マップはマンネルハイムライン、マッチングはティア4と5だね。それじゃあ初動は、北の戦場にでも行っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。今日のマッチング、地層さんも重戦車さんも霊量だねお姉ちゃん。うむ。というか味方サイド中戦車4両、軽戦車3両、駆逐艦8両、敵サイド中戦車5両、軽戦車2両、駆逐艦8両って、ちょっとこの戦場、駆逐艦多すぎませんか？あわう。でも本当だねお姉ちゃん。駆逐艦だらけだよね。うむ。となると待ち伏せが怖いけど、なら最初に懐に飛び込んじゃうのもありかな？というわけで、突撃しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。1対1なら基本有利なパンター4号さんだからこその作戦だね。うむ。怠慢弱い戦車では絶対取りたくない択だよね。さて、そろそろ誰か見えるかな？と、ウルバリンさんを発見だね。了解だよお姉ちゃん。狙い撃つね。ナイスショット大妹よ。私たち見つかってないのがちょっと不思議だねお姉ちゃん。うむ。お互い見えたと思っちゃったね。む、今度は打ち返してきたか。6巻も反応したし、見つかっちゃってたね。うむ。とはいえ敵はすでに瀕死だし、このままとどめを刺しに行っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ナイス撃破大妹よ。新たな敵はティア4のイタリアさんか。イタリアさんは、あの子までが史実戦車なんだっけ？うむ。その通りだね。せっかくの史実イタリア戦車さんだけど、奥にバリアントさんもいるから、できれば急ぎ倒しちゃいたいね。了解だよお姉ちゃん。最速で倒しちゃうね。よし、ナイス撃破大妹よ。それじゃあ続いてバリアントさんだね。了解だよお姉ちゃん。車体を撃ってもらえるように、車体を見せつつ戦うね。むう、奥に T40 がいるのか。禁断を撃ってきてるねお姉ちゃん。うむ。T40 の禁断は貫通 177mm もあるから、いくらパンターさんの車体が頑丈とはいえ、防げないんだよね。とはいえ、ここで引くという選択肢はないし、行くぞ妹よ。了解だよお姉ちゃん。ナイスショットだ妹よ。む、引くのが早いね。となれば先に奥を見てみようか。さっきから撃ってきてるしね。了解だよお姉ちゃん。ナイスショットだ妹よ。と、正面に試作 M4 さんがいるね。あの子、魂抜けてるのかな？なんかそんな感じだね。でも視界は取られちゃうし、サクッと倒しちゃおうか。ナイス撃破大妹よ。そしてお次は、ナイス撃破大妹よ。さて、これで北は一応クリアっぽいけど、残る敵はどこにいるかな？北東の隅っこにいたりしないかなお姉ちゃん。そこはあれだね。ちょっと申し訳ないけど、前を進む T67 さんに偵察してもらっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。この感じだと、北東にはいないっぽいね。とはいえ、まだ未発見車両が2両いるんだよね。と、そのうちの1両発見だね。了解だよお姉ちゃん。狙い撃つね。ナイス撃破大妹よ。残す敵は全車両なんとっぽいね。ここはサクッと突っ込んじゃおうか。わかったよお姉ちゃん。パンター4号さん全速前進だね。うむ。隠れる場所もないし、急ぎ突っ込んじゃいたいね。むう、B43 が撃ちに来たか。でも、もう止まれないのだよ。私たちは、パンター4号さんを信じて、突き進むのみだね。うむ。よしよし、また弾いたね。ナイス撃破大妹よ。おお、弾薬庫誘爆とは、やるね妹よ。残すは左下のスウェーデンさんか。よし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 、ナイス撃破大妹よ。これで9両撃破、すごくいい感じだね。いいね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ2886、キル数9、アシスト422、棒ダメ775。スコアは1815でチーム内トップ。1バッジにラドリー・ウォルターズ勲章、トップガン、鋼鉄の壁、大口径をゲットだね。終始は、序盤結構禁断を打っちゃったけど、
それでもいい感じの黒字だね。Mバッジさんはまたしても来なかったけど、通算100戦もしてないのに早くも2個目のラドリー・ウォルターズ勲章をゲットできたし、これはこれでいい感じかな？そうだねお姉ちゃん。ではでは、ご視聴ありがとうございました。